ひじかたなるみひじかたなるみ7月10日昭和50年2月15日は日本の経済学者。先行は理論経済学、財政学。結婚前の旧姓は町田なるみ。兵庫県姫路市に生まれる。父は姫路市会議長を経て1903年に衆議院議員となった町田武史郎。祖先は代々堺家に仕える武士であったという。 兵庫県立姫路中学校を卒業後、父の意向で、旧正高等学校の中では、姫路に一番近い岡山の第六高等学校に進学する。東京帝国大学法科大学経済学科を主席で卒業を。在学中に高等文館試験に合格していたが、大学に残る。1917年1月、当時の法科大学長であった、肘方康氏の養子となり、 一人娘のサダコと結婚。これについては、政略結婚と誤解した人も多かったようで、社会的には相当なマイナスイメージを持たれたと感じていたようである。本人は、実家が借金を抱え、兄たちも報道を繰り返していたなどの事情からか、当時、成果を抜け出したかったなどと書いている。2月に助教授となり、8月には、アメリカ、フランス、スイスに留学を命ぜられる。 1921年2月に帰国、21年6月教授、統制経済の概念を日本で初めて提唱したという。この後は自由主義経済の欠陥を政府の手で統制するという意味のものであり、計画経済とは異なるものであるとする。また、日本経済の実証研究も行っており、これは当時誰も手をつけていない分野だったという。 ただ大部な研究所を続々発表した裏では、弟子たちが、発給のゴーストライターになっており、邸内にある彼らの作業小屋は、学会の監獄部屋だと、1929年の文芸春秋の連載、統制学者記出で書き立てられた。1933年4月から1936年3月、1937年4月から1938年3月まで。 経済学部長。1937年の学部長を在任時には、学部内佐派の柳原忠夫の言動を批判、辞職に追い込むきっかけを作る。この頃の経済学部では、土方の国家主義派と、河合英二郎らの自由主義派、及び大内表への佐派の派閥構想が激化しており、河合については、著書発禁を受けての処分を待たれているところであった。そこで、 1938年末に新たな東京帝国大学総長へ就任した平賀譲による、いわゆる平賀宿学のため、大学の後期貧乱と東大再建の障害との理由で1939年2月13日、休職発令される。これについて本人は、河合のみを辞職させることは、言論の自由を標榜する大学としてはできないため、当時の経済学部長、 マイーデ・五郎と法学部長、田中幸太郎が事情を知らない、新総長の平賀に自分を追放するための情報を一方的に流して追放させたとしている。東大追放後も講師をしていた中央大学では教鞭を取り続け、戦後は中央大学のほか、近畿大学、国学院大学、独協大学などで教鞭を取った、東京帝国大学時代の弟子に、 南端春夫がいる。肘方なるみ、私の歩んできた道。肘方なるみ博士記述記念論文集観光会編。肘方なるみ博士記述記念論文集483ページ。同情書、489から490ページ。同情書、488ページ。立花隆天皇と東大、文部大臣も躊躇した、肘方処分、学会の監獄部屋だ。 同情書、490から491ページ、独立不帰の男、河合栄二郎その生涯編、赤門人民戦線、産経新聞、オリジナルの2016年12月8日、時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20161208181516/http://www.senkei.com/column/news//160815//clm1608150008-n3.html480 <rua>、ま A ダッシュ492ページに、本人の随筆、私の歩んできた道が掲載されている。ありがとうございます。